かなり今朝やっぱりヒヤッとする朝でした。ただいまもう時間はもう6時頃ですね。今日は早めにもういよいよ旅も京都明日だけなので、ちょっと早めに動いて、まずこっからすぐ近くの霧多布岬行ってみたいと思いますけれども。映ってますか？おひかさんです。おはよう、ひかさん。ひかさん、おはよう。逃げちゃった。ひ かちゃんもびっくりよね、しかさんだね。霧多布岬やってきました。10度ぐらいしか気温ないですね。やっぱり寒いです。ドローン飛行はご遠慮願います。ラッコ生息地です。ラッコ、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 いるかラッコな。さん、ラッコさん、うわ、ラッコ、ラッコ、ラッコは見えない。上から見た方がいいか上な。から出てどこら辺にいんだろう。ラッコは、ラッコ寒い、寒い、霧多布。寒い。霧多布岬到着、北緯43度の旅だそうです。あ、ここから降りれるんだけど、ロープ張って危ないから入危らないない。からダメなんだね。その辺に、ば、どこだ？ラッコいた、あそこだ。どこだ？ほらほら、あそこ。ちょっとズームする。あの波立ってと波に浮かんでるやつ。これはちょっと望遠鏡じゃないだろ。右あれ、ラッ側？コだ。右側？右っちゅうか、これ？波の上に黒いの浮かんで、ああ、あれ？あれ、ラッコだよ。尻尾すごいね。尻尾。あの木の柵の上に乗ってる。堂々と歩いてる。あ、おしっこした。あ、足上げずすんだ。犬みたい。犬だな、ほとんど。お父さん行っちゃった。いや、霧多布岬、寒かった。曇ってたんですけど、なんとかラッコ3頭ですか、ラッコ3頭と、あと駐車場でキツネさんも遊んでたのを見ることができました。気温は10度ぐらいしかなくて寒かったんで、今あったかいコーヒー入れました。これはすごいですね。霧多布岬の先っちょにキャンプ場があります。ペンションポーチって言ってたのかな。わあ、これ、ここのキャンプ場すごいじゃないですか。霧多布岬キャンプ場、ここに展望台がある。なんと見晴らしの良いところに。わあ、コテージだね。そんとだ、コテージもある。あそこの灯台まで行ってみるか。Thank you.
ぱいいるよ。馬。馬獅子だよ。大きいね。馬です。野生の。野生の馬。クーちゃん、馬見たことないでしょ。馬です。茶内駅というところに寄り道してみました。ルパン三世、浜中町。ルパン推しの町みたいです。モンキーパンチの故郷。なるほどね。キリタップ岬行ってきました。あ、温泉入りたかったですね、ゆうゆう。湿原センターありました。あ、これ。もっと風てっていうなんか施設だったんだこれ。農家のサイロかと思ったけど、こういうのあったよね。キリタップ湿原見てきました。キリタップキャンプ場も見てきました。茶内駅から徒歩で3、4分ほどのところにある、コープ浜中さんというところに行って、ハーゲンダッツ、同じ牛乳を使ったというソフトクリームを食べに行きたいと思います。スーパーです。茶内町浜中のスーパー、これです。ここのあるヨンゼラソフトヨンゼラソフト、じゃあどうぞ。ヨンゼロソフト、わかりますか、買い方。わかりません。これです、はい、小さいカップのタオルです。せっかくだからコーンクリームです。すげえ、結構有名人がいっぱい来てる。みんなソフトです。シニアサイズのシニアサイズ、はい、キッズサイズの、キッズサイズです。こっちが当たり前のサイズです。しびじいぞうさん、すごいですね。どうぞ食べてみてください。いきます。いただきます。あ、おいしいわこれ。どうだ、この旅でやっぱ一番おいしい。日本一と評判のソフト、おいしい。ミルク感がすごい。やっぱりね、シャリシャリしてる。シャリシャリしてる。うん。そうみたいな。うん。うん、それをもっと滑らかにした。じゃあ私もいただきます。甘みが少なくてとてもいいです。はい。うん。はい。カメラまっすぐにして。釧路に到着しました。11時50分です。順調に来てすぐ釧路到着して和商市場というところ来てみました。早速入っていきます。小さ、ありがとうございます。150円、ご飯だよ、うん、佐藤商店さんの勝手団子です。これお渡しするので、まず食べたいネタをお皿にこう入れていってください。はい、最後に綺麗に盛り付けします。はい、渡します。はいです。はい、お寿司はお刺身だけでも取れますよ。ご飯なくてお寿司なんですか。大丈夫です、ね、ごめんなさい、これねストックないです。真ん中に同じの出てる。順番に流れますので、ちょっと待ってください。向こう行くと、はい、サーモンとかマグロとか。はい。で、してましたけど、黄色いので、ついての北海道産。白い札、道外じゃないです。で、さらに葉っぱ乗っかっているのがね、地元、釧路で取れてるお魚なんです。けど、一瞬のイワシとかも入ってきて、ホタテは、そっちにホタテないよね。変な素敵なの。わがまま丼にしました、うん、これで1760円。1760円。ボタンエビ、ボタンエビ、ボタンエビこの値段で普通食えねえな、はい、そしてタラバガニ、タラバガニ、はい、あと霜降り大トロ、大トロ、ホタテ、ホタテ、うん、偏ってるね、すごいです、うん。笠地蔵さんは、笠地蔵さん好きな食べ物はお寿司です、
これ大トロです、はい、これで750円です。嘘みたいだと思いませんか、ね、これおかわりして宮城で食ったら一貫750円取られます。塩釜で食ったら食べたら本当ボタンエビは450円で食えないね。2800円。ええ、ちび地蔵さん隣の牡蠣を見つけました。お召し上がりになるそうです。お醤油つけないで食べてみます。食いました。わあ、なんて綺麗なオレンジ色でしょう。はい、はい、なんて綺麗なオレンジ色でしょう。羅臼のウニです。いきます。めっちゃ重い。あれ色違うな。これ、うん、これとこれは一緒、うん、これはまたこれ紫紫ウニ。こっちがバフン、うん、はい、笑いが止まらない。ウニうまかった。美味しかった、うん、よかったね。どうしよう、どっちから食べよう。ウニ殻1個じゃ足りない。これ30個ぐらい買わないとよく味がわからない。おかわりして食べてください。釧路の市場で美味しい海鮮丼のっけ丼をいただいてきました。これからは、釧路湿原の展望台、細岡展望台に向かいたいと思います。はい、釧路湿原の細岡展望台というところに来ました。釧路市内からそんなにかからなかったですね。30分ぐらいですかね。細岡展望台、現在ここですから行ってみましょう。細岡展望台到着しました。駐車場から歩いて5分ぐらいですってね。はい、あ、すごい開けましたね。開けました。急に気持ちいい。くちゃ行くよ。歩いていくんだよ。広いですね。むちゃくちゃ広いな。なんじゃこりゃ、いや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 、こりゃ来てよかったな。広、どんだけ広いんだって感じだね。はい、釧路湿原、なんとなく見学してきまして、これから帯広方面へまた向かって車を進めています。旅もいよいよ明日で終わりなので、明日の夜には苫小牧港へ帰らないといけないので、今夜は、なるべく苫小牧に近い帯広まで一気に戻りたいと思います。ただいま3時過ぎたところですが、夕方の5時ぐらいまでに着ければ、5時か5時半ぐらいですね、予定で今車を釧路走らせています。帯広の音更にある日帰り温泉施設健康ハウス木の温泉にやってきました。全然お風呂入れなかったので、やっとお風呂入れます。はい、最後の乾杯をしてください。夏の爽快札幌クラシックです。
では、はい、お疲れ様でした。行きます。今日は朝6時からキリタップ岬へ行って、移動距離最長不等、はい、おいでください。おいちい、はい、こちらおはよう。外行ってみるね。息苦しいね、狭い車だからね、息苦しいんですよ。はい、おはようございます。あら、曇ってますね。曇ってます。よいしょ。ドッグランはどこですかね。昨夜で9泊目だったんですけども、さすがにこれで1ヶ月とか30日とか50日とか車中泊で旅するというのはちょっと無理ないような気もしますがね、1週間から10日が限度のような気がします。お、思い切り走り回ってるな、あのでっかい犬。今日は土曜日で、いよいよ明日ですね、苫小牧発の早朝発のフェリーで、八戸に戻りますので、今日は、ちび地蔵さん全然お土産とか買い求めていないので、今日お土産買いしたり買い物したりしてね、あまりあちこち歩かないように、疲れないようにして過ごせたらいいのかなと思ってました。はい、ただいま9時半です。道の駅南富良野到着しました。パンを買おうと思ったら森のパン屋さん10時半オープンでした。新富良野プリンスホテルに来ました。ホテルの一角にある、ニングルテラスというところに行ってみます。バーテラス、ここは何でしょう、レストランもいっぱいありますよ。風のガーデン受付、あ、富良野ドラマ館って書いてあります。大型バスで観光客がわんさか来ました。ニングルテラスですね。で、ここはペット禁止です。くーちゃんお留守番、入ります。僕の店、森の楽団。ここはル・コロワ・フラの素敵な建物ですね。今日は閉まってます。看板犬くーちゃんに興味があるそうです。看板犬の何ちゃんですよね。お名前なんていうのかな。あ、素敵なお庭。笠地蔵さんが愛犬のくーちゃんを連れてお散歩してます。発車。トラクターバスフル稼働です。トラクターバスに乗りますか。花咲いて、
アビラ D51 ステーションです。道の駅です。今回の旅最後の道の駅になりました。はい、今回の北海道旅最後のスタンプになるかもしれません。アビラ D51 ステーションです。